こんにちは。おかっぱ学園校長のたんぽぽ川村恵美子です。この学園では皆さんの悩みを一緒に共有し、一緒に解決していきたいなと思っております。それでは本日も開講です。それでは清水教頭、お題をお願いします。はい、今日のお題はこちらです。暗記のやり方。いやー、これは悩まされてきました。苦手でしたか？めちゃくちゃ苦手でしたね。歴史とか数式とか漢字とか、もう勝つっていう字の中の力が、刀だっけで、刀にして罰もらったとか、すっごい覚えてます。あの、何でしたっけ、あの怖い先生。いや、お母様先生ね。塾のね、いましたね。こういうのでも怒られたんですか？やっぱり理科の授業とかでこう言わなきゃいけない、こう水星、水平、リーベ、ボフの、はい、あるじゃないですか、はい、あの記号の水素記号、元素記号、元素記号のああいうのとか全然もう緊張しちゃって、もうぶたれるって思ってガタガタしながら言ったのめっちゃ覚えてます。その場でなんか顔がたるんでるっていう理由で私はビンタされたのすごく覚えてますね。勉強内容よりも顔のたるみなんですね。そうですね、たるみが大事になってくると思います。だから暗記の仕方、やりやすい覚え方とかあったらぜひ知りたいと思いますし、多分見てる方とか、やっぱ学生の方悩んでる方多いと思いますんで、お願いします。ちなみに川村さんはどうやって覚えてました？私はもうとにかく書く、ノートいっぱいに書く。でもこれ思い出があって、はい、あの浪人時代めちゃくちゃ英単語書いて覚えてたんですよ、はい、ビヨンドディスクリプション、ビヨンドディスクリプション、何々を超えて、なんかそういう意味、ビヨンドディスクリプション、はい、すごい覚えてますけど書いてて、そしたら同じ浪人で通ってたお友達の愛君が急に実習室来て、その、はい、いやお前さっつって、テストでそれを書けたらいいんだと。じゃない、それが何回何百回も書くことに何の意味もないんだよっていうことを教えてくれて、っていうか言ってくれて、ハッとしましたね。書くのが目的じゃないよと。じゃない、そこを目標にしちゃダメだよ、テストで答えられればいいんだからと思いました。それで言えば、まあ、なんか手っ取り早くその昔の川村さんにアドバイスするならば、うん、はい、多分愛くんと近いんですけども、はい、まあ、そもそも勉強ってできないことをできるようにすることなんで、うん、はい、こう書いてたら、例えば10回書いて覚えられなかったら100回書きなさいみたいないうアドバイスあるじゃないですか、うん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 、あれはまあ残念ながら間違っていて、そうなんですね、やっぱ書くことが目的になっちゃうし、うんうん、回数を決めちゃうとその回数が目的になっちゃうから、うんうん、大事なのは、まあ、3回書いて、まあ、何回かは3回4回書いて、はい、であとは自分でちょこちょこ書いて覚えたなと思ったら手で隠して、うん、書けるか確認して、なるほど、合ってるか、そうか、っていう風にやっていく必要がある。自分で手のひらで小テストすればいいんですね。そう、手で隠して小テスト。ああ、それで確認すればいいんだ。そう、だからひたすら書いてたら見えてるから書けるに決まってるんですよね。そうなんですよ、左を右に移してるだけなんですよね、うんうんうん、それって脳を使ってないってことなんだ。そういうこと。うわー、浪人時代の私に教えていただきたいですよ、清水教頭。で、暗記のコツ、はい、もうちょっとお伝えしていいですか？あ、お願いします。そもそも暗記っていうのは、まあ、寝てる時に記憶が整理されますから、うん、あ、そうなんですね。寝る直前にやるのがいいんですよ。お、寝る直前に覚えたことは、はい、まあ、記憶の衝突が起こりにくいなっていう説もあり、はい、頭に入りやすいんですね。うん、すんなり入ってくる。すんなり入ってくる。次の日まで覚えている、はい、で、おすすめとしては、はい、もう今日からやっていただきたいのは、1日15分だけ勉強時間増やしてほしいんです。あ、15分でいいんですか？15分で言ったらもう15分。で、夜、そう、ちょっとなんです、うん、ちょっとだけど、まあ、イメージ偏差値5は上がります。わお、それみんな上げたいと思います。5って言ったら志望校変わってきますから。5上がります、うんうん、で、何するかって言ったら、夜10分、寝る前ですよ、はい、眼鏡を外す前、電気を消す前、はい、もう最後の 夜の10分間で、はい、その日にやったことを総復習するんです、はい、10分でいいんですか？10分でいいんです。で、10分でいいと思うのは、確かに書いたりすると時間足んないじゃないですか、うんうんうん、なので見るだけでいいんです、うん、5教科 A 数国理社 A 3国理社とか、はい、5教科を2分ずつ、はい、2分ずつパッパッパッパ、今日こんなことやったな、うん、うんうんってことを思い出すだけでいいんです、はい、で、次の日の朝、うん、今度は同じことを1分ずつやるんです、はい、で、ポイントは1個あって、はい、10分勉強終わりました。で、それを片付けちゃうと、うん、次の日の朝眠いのに出したりしないじゃないですか、はい、だから復習したらそのまま出しっぱなしにして
寝て、はい、起きてもう一回1分ずつ眺めて、うん、学校に行ったり一日を始める。じゃあ机のデスクの上をそのままにして寝て起きてすぐ見るってことですか。そういうことです。わすごい。それも15分でいいんでぜひやってもらいたい。そうすると記憶が濃くなることでテストに出た時に思い出しやすくなるってことですか。素晴らしい。そうなんですよ。結局記憶っていうのは、はい、覚えることよりも使うことが大事なので。すごくいい。使うことでどんどん記憶が強化されていくんですね。だからもしかしたら先生お母さんに説明するとかもありなんですか。素晴らしい。それ本当にいいです。いいですか。僕も子供の頃やってました、はい、お母さんに今日こんなこと習いました。生徒役になってもらって、まあ、母がもちろん今日どんなことやったのって聞いてくれもしましたけど、はい、やっぱり小学校高学年ぐらいから別にとか普通だよとか言うじゃないですか。でそういう時期をまあもうありつつ聞かれたらまあ答えられないんで、まあちょっと自分から先生役生徒役にちょっとこれ説明していいみたいな感じでやらせてもらってましたね。いいですね。だから自分で説明することでここ分かってなかったんだって改めて分かったりもしますもんね。そう。すごくいい。そうなんです。でやっぱり知識使うことが大事なので、うん、これ前回前そうです、はい、ラジオの僕のラジオの合格への道に来ていただいた時に、はい、うんうん、白紙再現が大事だっていうのをお伝えしたんですよね。清水教頭が推進している白紙再現っていうのを教わりまして、はい、これはその授業で学んだことを自分なりに真っ白い紙に書いてみるっていう作業ですよね。白い紙に思い出して書くんですね、うん、その時はなるべく見ない、うん、見ないで思い出して書くっていう。でその時のテーマも暗記の仕方だったんですよね、はい、で私はその先生の合格への道の中で白紙再現をしてみたんです。番組の中でしてくださったんですよね。そうなんです。それを今日お持ちいただいた。そうです、こちらでございます。味を見せに行こうかな。ぜひぜひ、はい、こちらでございます。清水明弘の合格への道というタイトルがねちゃんと書いてありまして、で悩み覚えても覚えてもすぐ忘れてしまいます。で今清水教頭が教えてくれたみたいに復習はタイミングは命っていうことを学びましてね、ここですね。でインプット型の復習とアウトプット型の復習っていうのが復習にあるんですよね、うん、教頭。そうなんです。お願いします。覚えるだけじゃなくて使う、はい、これがアウトプット型の復習ですね、はい、でインプットは寝る直前の夜10分、朝起きてすぐ5分が大事っていう今聞いたことですね。で覚えたことの暗記はその日次の日日曜日にやるっていうのがいいっていうのを聞きました。そう、当日に1回やって、はい、次の日に1回、それで週末にもう1回やりましょう、はい、そうです。で注意、その日が金曜日の場合は翌週の日曜日にやるというのもね、私そうです、聞きました。またノートの使い方っていうのをその時教わったんですよ。でこれは覚えなきゃいけないことを壁と表現するなら、先生が授業で話していることはその壁を越えるための階段であると清水教頭おっしゃっておりまして、その階段の部分を右側のメモに書くという。そうなんです。ノートの取り方を話しましたね、はい、私この時リモートだったんですけど、ちゃんと合ってますか。いや合ってますよ。完璧じゃないですか。ちょっとここでもしかしたら清水先生を遮ってるかもしれないそれがちょっと不安なんですけどもこれ大丈夫ですか。一旦これ大丈夫、はい、戻って大丈夫、はい、いや素晴らしいです。またその川村さんの絵があるじゃないですか、はい、絵を描きました。ちょっと見せていただいてもいいですか、はい、その絵ですよね。こちらです。でやっぱり人間こうグラフィック、うん、絵の方が思い出しやすくなりますんで。そうなんですね。それをまた図にするっていうのも頭使うし、うんうん、絵の方がまた思い出しやすくなるから、うん、絵で描くっていうのは本当に理にかなったやり方なんですよね、うん、わ、じゃあみんなも勉強とか授業とか塾とかで習ったことを自分なりに白い紙にまとめるっていうのはすごくいいことなんですね。いいことです、うん、図とかもいいし、うん、絵描いてもいいし、うん、表にしてもいいし、うん、それが本来のまとめなわけで、例えばまとめノートっていう時に、うん、ただ綺麗に写してるだけをまとめノートって考えてる子いるんですけど、はい、あれは間違いで、なるほど、やっぱり自分で再現して知識を使ったり、うん、自分なりにこう本当にまとめて、うんうん、コンパクトにまとめてみるとかっていうのが大事なので、はい、ぜひこうやってこうやって知識を活用してほしいですね、はい、でしかもその清水教頭に教わったこの右側を開けるっていうね、その階段の、うん、先生が伝えたいことが壁板書するものだったら右側を開けとくっていう時に、その
私が質問したんです。じゃあ国語の時は何を右に書けばいいですか、数学の時は何を書けばいいですか、英語の時は何を書けばいいですかっていうのは、国語は単語を3回書いて手で隠して小テスト、先ほどのやつですね、うん、で数学はそこに至るまでの数式考え方を書くといいっていうのを教わりました、うん、そして英語は国語同様にこう類義語をとかを書いておくと、またそれが知識が深くなるし、また思い出す時にその別の言葉が出た時に、あれと一緒だったなっていう風に思い出しやすくなるっていうのを教わったので、それもなんかみんなにぜひ吸収してほしいなって思います。これ私学生の時知りたかった。でもまさにそのメモをしてくださってるわけですもんね、はい、いや本当に、素晴らしいですよ。これちゃんと今説明できてます？できてます、できてます、完璧です。ってことはまただから記憶に残るってことですね。残ります。すごい、ありがとうございます。こうやってアウトプットをし続けることで記憶は定着していくってことなので、はいはい、まあ、逆に裏を返せば、そういうことをしないで今苦手だと思っている方は、うんうん、それはご自身のせいにしないでほしいです、ね、確かにやり方を知らないだけ。そう、やり方が分かれば勉強は楽しい。うわ、いいこと言いますね清水教頭。やっぱ教頭はさすがですよ。さすがでございますよ。で、あと私がその清水先生のその覚え方で感銘を受けたのが、その付箋、はい、あ、それは付箋の方にも書いてあるんですけども、次の動画でやりましょうか、はい、次の動画ですね、はい、ちょっと先走りました。河村校長、今日の一言をお願いします、はいはい、暗記のやり方は復習の仕方で解決ということで、どのように復習するかによって暗記ができるようになるし、その今のやり方が良くないから暗記できないだけでっていうことですよね。そう、自分を責めないでほしい。そうですね、みんなが同じ脳を持っているということでございます。みんな暗記頑張ってくださいね。校長先生、今日もいい話ありがとうございました。ありがとうございました。私はあんまり噛まないようになりたいです。動画を最後まで見ていただきありがとうございます。最後の一言の色紙を皆さんにプレゼントしたいと思います。裏はこのように教頭のサインと私のサインになっております。欲しい方は次の画面でお知らせさせていただきます。